はい、じゃあ3分でわかるベンチプレス講座、今日はじゃあ、第4回ということで、グリップについてやろうと思います。グリップなんですけど、まあ単純にこれもね、もういつも言うように簡単に考えてください。手首立つ方がいいのか、寝た方がいいのかで、ベンチプレスするにあたって基本寝てる方がいいです。立つとなんでダメかというと、立つとまあどっちかというと肩甲骨は出てくるっていうのはこう寄らないっていうことですね。出てくるで、腕もこういうふうに回りやすく、なのでベンチプレスするにはちょっと不利な条件が全て揃っちゃうんで、これが寝かすことによって肩甲骨も寄せやすくなるし、腕もうまくこう外旋気味に決まりやすくなります。でグリップ一つでコースがすごい変わってくるので、立ってるのと、寝てるのとちょっとやりますので見てください。はい、それではじゃあグリップの立ってる方から。立ってやるとまずこういう形でまっすぐ構えた時に結構上目に構えることになります。で、肩甲骨も台から離れやすくなって、でまあ腕が内旋しちゃうんで、どうしてもコースがこう上に折りやすくなります。で今度手首倒れた状態でいくと、手首倒してまあいつも通りこうやると、まず受け位置が少しお腹側になります。で肩甲骨もしっかり落ちやすくなるので、で腕も若干こっち側ですね、内旋気味になります。すると降りるコースも自然にいい位置に降りてきます、まあ、これが手首寝た状態、立った状態でいくとこうなっちゃうんで、もうこれでここではやっぱり受けれない、こう下にねこういう形で投げそうになっちゃうんで、まあ手首立った状態やここ寝た状態だとこうでしっかり肩甲骨が落とせる、でコースも良くなるっていう風になります。はい、はい、まあ、結論からいくと、手首が寝るとまず、良い位置で受けれる、良い位置っていうのは高い位置じゃなくて下で受けれる、で、コースもいいコース、肩に負担のないね、こういうのじゃなくてしっかりいいコースで持ってこれる。でまあ、ラックもね、当然手首が寝た方が下がってくるので、やっぱり距離も単純に縮まるっていう風になります。で今回でまあ3つね、2回目3回目4回目と、アーチ、肩甲骨、グリップでやったんですけど、全てね距離が縮まるもんで、まずは覚えてください。